ここにある列車の中でも楽しめるわけですからね。そうなんですよね。今止まっているこの列車の中でもタコハイ餃子を楽しめるということで、普段絶対にないことだから、なんかやっぱりちょっと悪いことしてるみたいな気持ちにちょっとなりつつ、ね、特別なこの機会ですから、ぜひ足を運んでいただきたいなと思います。はい、まずはタコハイからいただきます。おいしい。今日ちょっとあったかいんでね、ちょうどいいですね。羽がいい感じですね。おいしいです。またタコハイの合うこと、うん、羽付きのニーハオの餃子なんですけど、すごくもちもちしてて、今噛んだ瞬間肉汁がピュって出てきたの見えました？取れました？うん、本当に餃子食べたくなっちゃいますよね。美味しいし、ちょうど皆さんにも召し上がっていただきます。うん、やっぱりこういう肉汁と合います。タコハイ最高です。美味しそうに飲んでらっしゃいますね。いただきます。美味しいです。もう言わずもがなだと思うんですけど、もうこれは合いますね。皆さん今日は餃子じゃないでしょうか。めぐみさんのお家で夜ご飯をご馳走になりました。その時にめぐみさんが作ってくださった手料理がとっても美味しくて、幸せすぎて食べてからすぐソファーで寝ちゃって12時過ぎたから帰んなって言われて帰りました。結構そっとしてくれてたんですね。はい、そうですね。和食というかいつも作り置きをざっとしてるんですけど、ひじきとかなんか根菜煮たやつとか、生きるために作ってる料理っていう感じで、そんなに人様にお出しするようなものじゃないんですけど、そういうものを作ってます。でも本当に料理と合うタコハイという感じですかね。そうです、何とでも合うので、本当にいい感じで酔っ払っちゃう感じで私もさっき飲ませていただいて、今すごく気分がいいですいただいております。中央いかがでしょうか。はい、田中さんから見て左手のムービーカメラマンの皆様にいただきます。よろしくお願いします。よろしいでしょうか。それでは最初のショットは終了いたします。